アドバンストミディアムコンバットエアクラフトアンカ、現行デザインアンカは、インドで開発中の第5世代ジェット戦闘機である。HL アドバンストミディアムコンバットエアクラフトは、インドの航空開発機関で設計、開発中で、ヒンドスタン航空機によって製造予定の第5世代ジェット戦闘機の構想である。計画は2008年に開始された。同年インド海軍が、 航空母艦での運用に最適化された海軍仕様の開発を目的として計画に参加した。初飛行は2025年、2032年といった説がある。制空、地上攻撃、爆撃、迎撃や他の任務のために設計された多用途軍用航空機である。短座式双発で多くの地上と海上の防衛のために 以前の世代の戦闘機を凌駕する超音速巡航、ステルス性、アクティブフェイズドアレイアンテナレーダー、機動性と先進的なアビオニクスを備える。アンカは HAL テジャス、f g イナス3 0マッキー、ラファールに加えて使用される予定である。旧デザインの、フードオモケアドバンストミディアムコンバットエアクラフト台、5世代ステルス機計画は、脱走ミラージュ2000。 シープキャットジャギュア、ミコヤンミグ -23 とミグ -27 を含む既存の異なる戦闘機を置き換える目的の複数の要求を満たす汎用戦闘機のミディアムコンバットエアクラフト計画を発展したものである。航空機の開発計画の開発契約は2008年3月8日に調印された。MCA 計画は多様な航空機の開発を維持して、 生産と運用経費を削減するために立案された。2009年10月、インド空軍は ADA にステルス性を備えるミディアムコンバットエアクラフトの開発に関する詳細な報告書を打診した。同じ月に機体名称をインド空軍とインド海軍によってネクストジェネレーションファイターエアクラフトに変更されたが、ADA とドルドは未だに MCA の分類符号を使用する。 2009年2月、a d a の長官の PS スブラモーニアムは、エアロインディア2009の演説で、中型軍用機を開発するために、インド空軍と密接に協力していると述べた。さらに、インド空軍による使用は総重量が20トン近くで2機の GTX カベリターボファンエンジンを備える予定で、あると付け加えた。2010年3月に航空機は、 アドバンストミディアムコンバットエアクラフトに名称が変更された。安価の公式な実現性調査は2011年に開始され2012年までに実施される予定である。2015年2月には安価の基本設計と使用策定を行うプロジェクト定義フェーズが1年以内に完了する予定であるとされた。 その後2020年初頭には詳細設計と試作機開発の内閣承認を求める予定となっている。エンジン開発 K9 と K10 のエンジン開発は2012年8月にガスタービン研究所で開始された。エンジンの開発は2015年に外国企業との合弁事業として、カベリエンジンの技術と合弁企業の技術を組み合わせて、 水力110から 125KTN のエンジンを開発する。2015年2月19日にエアロインディア2015でタまるマニーの報告では、エンジンの開発は、ゼネラルエレクトリック、プラットホイットニー、ロールスロイス、スネクマ、ユーロジェット、NPO サトゥールンとカベリエンジンの技術を組み合わせて、水力110から 125KN のエンジンを開発するというものである。 エアロインディア2015で止まるマニーは、カビニコアエンジンに、合弁事業の EJ200、スネクマ M88、NPO サタンウェールイ31から117、あるいはゼネラルエレクトリックカイ414のような、コアエンジンを組み合わせることで、水力10から 125KN のエンジンを開発する、可能性があるとした。フランスは、非公式に、安価のエンジンに、 スネクマ M88 エンジンと他の鍵となる技術の供与を打診したもののアメリカは回マイナス414と回マイナス135の技術を取り入れたエンジンの完全な共同開発を打診した1月25日から27日のアメリカのオバマ大統領の訪問中にインドのような高温条件下でのホットエンジンのような先進的な可変サイクルエンジンの共同開発の 可能性に関して協議された。ロールス・ロイスも同様に合弁事業でカベリエンジンと EJ2XX を原型とする新型エンジンの共同開発を持ちかけた。その後最初の2個飛行体のアンキャマーク I ではゼネラルエレクトリックカイ414を搭載し国産エンジンはマーク2からとされた。エアロインディア2015で溜まるマニーは2機の 技術実証機と7機の試作機を予定していると述べた。2019年には2機の技術実証機と4機の試作機が試験段階に入る予定であったが遅延している。HAL アンカは、専音速時の空気抵抗を低減する目的で、エリアルールに則っ,った大軽主翼と大型の胴体に、全動式、V 型垂直尾翼を備えた多目的戦闘機である。 飛行制御打面には、前縁と後縁のフラップ、エルロン、方向打と前動式補助翼、これらと同様に空気ブレーキとして採用する。操縦席は、短座で吸気口と主翼付近の高い位置にあり、操縦者の視界が良い。航空機は、先端部の先はと後部の二輪の三輪式の降着装置を備える。兵器層は、 胴体下部尾先端部と膠着装置の間に位置する。安価はレーダー反射弾面積が低減され、同様にサーペンティング型の吸気口によりステルス性を増すためにファンブレードのレーダー露出を低減し、内部の兵器層と複合材と他の素材の使用でステルス性を高める。飛行制御打面は中央管理、コンピュータシステムによって制御される。フラップとエルロンで、 ロール軸を制御する。安価は炭素繊維強化樹脂とチタン合金鋼で構成される。安価は CFC 材料を重量の80%まで採用し、胴体、翼、エレボン、垂直尾翼、方向打、空気ブレーキと硬着装置ドア等に使用する。複合材料は機体を全金属製の設計の機体と比較して軽量で強靭にするためで安価は、 最も多くの CFC を採用割合が高い航空機の一つである。通常の金属製の航空機と比較して、機体をより軽く作るために接合器具とリベットの数も同様に減らし機体の信頼性を高め、構造の亀裂の進展を抑える。この航空機はカーボンナノチューブをエポキシ樹脂で硬化したナノコンポジット構造体を含む最初に量産された。 航空機になる予定である。安価は、非定上安定性設計なので操縦士が扱い、安くするために良い系統のデジタルフライバイバイや、飛行制御システムを備える。安価の空気力学仕様は、権翼式の台形翼を備える。補助翼は、電気油圧式アクチュエーターと、光ファイバーを使用したデジタル制御である。主翼の外側前縁は三区画のスラットを備え、 内側翼上でボルテックスリフトを発生させて高エネルギーの空気流を流す。安価はジェッターの中止された壁リエンジンの後継である K9 または K10 エンジンのいずれかを2機備える破発機である。K10 計画は外国のエンジン製造会社との合弁事業である。K10 計画のエンジンは 最終量産標準型のカベリエンジンで元の設計に複数の改良が施されて軽量でアフターバーナー使用時の水力が増加した。両方のエンジンは ADA によって設計されジェッターによって開発された。K9 と K10 エンジンの開発は2019年に完了する予定である。安価試験実証機では暫定的に既存の水力が 90KN のエンジンを 搭載する予定である。K9 と K10 の両方のエンジンは超音速、巡航のために設計され、安価は両方のエンジンでマッハ1.6での超音速飛行が可能で、アフターバーナーを備える。航空機の最高速度はマッハ2.5である。最大離陸重量は6万ポンドである。安価はレーダーでの検出が困難でレーダー反射弾面積を減らすために、 機体の形状を平滑にしたり、エンジンの内部が外側に露出しないように内部が曲がった、吸気口するなど、他の電子的な対抗策を備える。アストラミサイル安価は内部爆弾層を備え、8機の空対空ミサイルを内部の兵器層と最大4機まで外部の主翼下のパイロンのハードポイントと2カ所の翼端付近のパイロンと共に航空機の下部の4カ所のハードポイントに装備し、 二箇所はそれぞれの兵器層の側面に装備する。内部兵装は航空機のステルス性を維持し空気抵抗を大幅に低減することにより運動性能を外部兵装と比較して高める。安価の高速巡航は超音速での兵器の発射能力が以前の機種よりも効率的である。外部パイロンはミサイル、爆弾と増装を装備可能だが レーダー反射弾面積が増え、ステルス性が下がる。航空機は、視界外射程ミサイル、近接専用ミサイル、撃ちっぱなし、ミサイル、精密兵器とレーザー誘導爆弾を装備する。航空機は精密誘導弾の放出能力を備える。安価の他の特徴は拡大された、補足距離と有効射程距離と超音速での兵器の放出能力である。ミサイルの発射には、 油圧式の腕でミサイルを航空機から離れた場所へ押すために1秒未満の兵器層のドアの開放が必要で、これは高速飛行中にミサイルを発射するために脆弱性を低減するためである。航空機は接近専用には精密照準を備えた GSH-3130mm キャノンが含まれる。キャノンは320発の銃弾を備える。 航空機はミッションに応じて、ドルド・アストラ、ダービーのような視界外射程ミサイルとビーンペル・アール -73、ビーンペル・アール -27、パイソン5と開発中のハリーナのような接近専用のミサイルが含まれ、アンカは同様にブラモス A、ブラモス M、ブラモス NG のような、ソラタイルとソラタイミサイルとナービーチェ、巡航ミサイルを運搬し、発射するように設計された。 航空機は、同様に、プラモスに中距離極超音速ミサイルのような極、超音速ミサイルや、HSTDV 超距離極超音速ミサイルの、搭載能力を有する。爆撃任務のために航空機は、スドシェン、コップマイナス 500L レーザー誘導爆弾と、アファブマイナス100から120、アファブマイナス250から270、重力爆弾と RBK マイナス500、 クラスター爆弾を組み合わせる。初言性能。ありがとうございます。